こんにちは、ハイジーです。というわけで今日はびっくりドンキーさんにやってきておりまして、びっくりドンキーさんといえばやっぱりいろんなびっくり要素で僕らはびっくりさせてくれるびっくりドンキーさんでございますよね。メニューボードのでかさからもうびっくりで、ハンバーグの唯一無二の美味しさとかもびっくりなんですけども、サイズ感もびっくりですよね。そんなびっくりドンキーさんのモーニングが新しくなって、またびっくりな感じになってるんですって。まずね、ちょっと前にモーニングが始まってびっくりっていうのがあったんですけども、今モーニングがなんとコーヒーおかわり自由になりました。半端じゃないよね。そもそも朝モーニング330円からびっくりなんですけども、そのおかわりがコーヒーのおかわりが自由です。でトーストがなんとびっくりドンキーさんで食べられるっていうことなんですけども、今回それ以外にもすごいメニューが登場したということなんですって。ここには書かれてないから、店内に入ってまたびっくりさせてくれるっていうパターンかもしれませんけれども、こっちもこっちでびっくりだね。今年もガリバー 400g、 今年はいろいろガリバーだ、 600g のガリバーフライドポテト、牧場のガリバーソフト。ってことはハンバーグとポテト注文したらもうそれで1キロ食べたことになっちゃうんだね。で ご飯もあるから1キロ以上か。すごいな、攻めてるな。相変わらずびっくりドンキーさんは行く前のこのストリートも素敵、異世界に行く感じなんだよね。この清き清としたちょっとレトロチックな感じ。入店しまして、相変わらずのね、店内も素敵空間なんですよね。落ち着く、朝でも昼でも夜でもなんか心地いい空間ですよね。メニューがまさに目の前にありますけれども、モーニングのドリンク、コーヒーおかわり自由で、シングルエステートコーヒー310円でおかわり自由なんです。すごくない？カフェオンザロック、かっこいい名前だな。できました、太陽のオレンジ、名前で遊んでますよね。でアイスウーロン茶、ホットウーロン茶、森のリンゴスカッシュ、コーラ、メロンソーダっていうのがドリンクメニューで、コーヒーだからこれコーヒーは絶対注文したいね。でこう来まして、モーニングメニュー、早速ミニマムディッシュセットっていうのがありまして、いつものハンバーグよりちっちゃめのハンバーグがこうやってありまして、ハンバーグとお味噌汁のコンボですね。でこちら種類、ミニマムチーズバーグとかおろしそバーグとかエッグバーグ、ミニマムパインバーグとかある中で、トーストセットもあります。これも過去に食べたことありますね。でこれもすごく美味しいんですけど、ポテサラとか。こっから来ました、新定番、なんと卵かけご飯330円。いやいや、だからびっくりドンキーさん、あのハンバーグ、朝からゴツゴツのハンバーグとか、あれパンもあるの、えびっくりドンキーでパンもあるのとか、びっくりさしておいて、すごい原点に立ち返ったね。ここに来て卵かけご飯、この卵かけご飯、シングルエステートコーヒー、はい、かしこまりました。お願いします。お待たせしました、はい、卵かけご飯でございます。はい、と、はい、すいませんね、はい、ますライスと、はい、お味噌汁と、はい、とあとおソースがこちらつくんですけれども、はい、お醤油どうされます？なくて平気？なくて大丈夫です。普通がハンバーグソースですもんね。そうなんです。はい、じゃあ大丈夫です。よろしいですか？これでいきます。遠慮なくおっしゃってください。ありがとうございます。はい、はい、いただきます。さあやってまいりましたが、シングルエステートコーヒーも同時到着しまして、そうだから食前とか食後とかいう概念がなくて、もう初めからスターティングメンバーでコーヒーがいてくれてます。で結構ね、一個一個の器のサイズがやっぱり普通の TKG と比べてでかいイメージです。ご飯も器大きいんだよね。普通の日本茶碗っていう感じのサイズじゃないです。で何よりもこのソースがお醤油じゃなくてデフォルトがハンバーグソースなんですって。ほら
玉ねぎとか見えますね。これもうこのリップクリームから見てもでかさ分かりますよね。これが何が入ってるのかと言いますと、あっ、柿玉、びっくりだ。柿玉のお味噌汁だ。ネギもあるぞ。何かしらの具は後ほどということで、いただきます。早速その後ほどですけれども、あー、やっぱ豚肉かな。豚肉とか入ってんだ。なんだそれ。お味噌汁だよね。そもそもお味噌汁、味噌ベースだと思うんですけども、びっくり。お肉じゃなかった、キノコだった。間違えた自分にもびっくり。いや、これしめじでしたね。しめじが入ってました。豚肉じゃなかったです。いや、しかしこの組み合わせ、卵、キノコ、でネギも、ネギはねシャキシャキした感じも楽しめるし、全体的にね、いや、朝からパワーみなぎっちゃうぜっていう、そんなお味噌汁に仕上がってるんですよ。美味しい。これ変わってて、では卵もね、びっくりするくらい汗かいてきましたので割っていきましょうか。おいしょー。じゃあ混ぜてからソースかけるパターンにしましょうかね。せーの、おー、全部入れましたよ。もしかしてご飯の上に卵だけかけてからやった方がいいっていう説もありますけど、もう これでこの感じでもう今日は、はい、はい、来た。すでに結構具が入ってるように見えるような TKG になりますね。朝ごはんのご飯量としてなかなかだよね。いや、これは贅沢。朝からダイナミックなしょっぱさを感じられる。あのハンバーグにかかってるソースですから、あの人の面影を感じながら食べられるご飯なのよ。しかも卵が絡んでまろやかになってる感じ、うまいよそりゃ、うん、玉ねぎとかみりんとかさ、まあ、もちろん醤油ベースだと思うんですけども、で柑橘系のニュアンスもあるんだよね。だから複雑なのよ。複雑でありながら分かりやすくて美味しくて、ここでしか食べられない味っていうイメージなんだよね。でこの DKG はっきり言ってこうやってスルスルかき込むじゃん。その時に鼻がもうね、うまいって思うくらい、香りもやっぱ相当グッとくるものがありますね。だから鼻が食べてるのかなって思うくらい鼻もうまいね。ごちそうさまでした。ではちょっとすいません、食後になっちゃったんですけども、このシングルエステートコーヒー、いや、うまい。モーニングコーヒーいいですね。ね、恥ずかしいわ。ね、嬉しいのよ。あなたの言葉、うちに着くまでぐるぐると遠回りするやつ。ああ、一杯だけでね、そこそこやっぱ量があって、まだ結構残ってんだよな。おかわり自由注文しておかわりしないのも、なんかもったいない。お待たせしました。お砂糖ミルクは1つずつで。あ、なくて大丈夫です。はい。すみません。覚えなさいくせに。とんでもないです。ありがとうございます。当然ちゃんと量も入ってます。というわけで食べてまいりました。びっくりドンキーさんのびっくりモーニングでございましたが、まずドリンクのおかわり自由というびっくりから始まりまして。まさかの TKG というここに来ての原点に立ち返る TKG からの、あーでもこういう感じの楽しみ方もあるんだっていう素敵な体験でございました。でやっぱりね、モーニングのドリンクはおかわり自由って言われちゃうと、おかわりしなきゃなんかもったいないぞって気持ちになっちゃうけども、しなくても満足できるのかなっていう気持ちには
なりました。ただモーニングの時間帯に何かしらの作業とかしながらまったり長居したいっていう方にとっては最高のシステムかなと思いましたのでおすすめですので、気になった方がいらっしゃいましたら食べに行かれてみてはいかがでしょうか。っていうのもありますが、それは一旦置いておいて、また変なコメントが来てるんだ、だから紹介しますけれども、フーフーさんのコメントで、バールのようなもの、バールのようなものってよくさ、なんかドラマのさ、殺人事件とかのね、その凶器に使われたものとかでバールのようなものってありますけども、バールのようなもの、形が似てるからね、バールにね、そういう人ってことでバールのようなもの、すごい夫婦さん、キャッチコピーのセンス抜群すぎて悔しい。優秀優秀さんからのコメントで、今日は広告も良かったよ、洗剤のジョイ出てきてどこ褒められてんの、僕がノータッチの部分、何の CM 流れるかは洗剤のジョイの CM で、でまた良かったのね、良かったんなら良かったけども、褒められそこ褒められちゃうんだ、なんか本編じゃないとこだから、なんか悔しい。親バカマサさんからのコメントで、顎の中身はなんじゃろうな、骨ですよ、なんですかその箱の中身はなんじゃろうなみたいな感じで、わーわーなんかチクチク、 なんだろうな、あたわしだったんだみたいな遊びをする場所じゃない。野地明彦さんからのコメントで、ハイジーさんはさつきとメイのお父さんで間違いないですよね、探してました、やっと会えました、違います、人違いです、で別に嫌じゃない嫌じゃない、なんか嫌なものに例えられるんだったらなんだよってなるけども、嫌じゃないな、さつきとめいちゃんのお父さん、なんかね、いい落ち着いたパパっていう感じがしていいんですけども、僕というよりもあの方の声、東京03の豊本さんそっくりじゃないですか、豊本さんが声入れてんのかなって思うくらいまんま一緒って僕ずっと思ってて、だからどっちかというとあのお父さん見ると毎回豊本さん思い出しちゃうんだよな。そして替え歌のコーナーにやってまいりました。福井守さん、気づいたの、あなたがこんなに顎の長さあること、しゃくれてる、まさかねそんなこと言えない、なんだこれ、 なんだこれ、しゃくれてる、まさかねそんなこと言えない、なんでこの顎のしゃくれ具合に気使われてんの、替え歌の中で、なんだこれ。で福井守さん、この長い長い長い顎を飯の動画の最初に投げて、画面にいっぱい輝かせて、ゆっくりゆっくりしゃくれてく、いじってんじゃん結局。